はい、皆さんこんにちは。昨日ね、日本はワールドカップ、サッカーですね、ワールドカップの予選で、タジキスタンとやってましたね。私あんまりサッカーに熱狂しない人間なんで、チラチラとしか見てなかったんですけども、なんか勝ったそうで、非常にそれは良かったと思います。で、昨日私がですね、サッカー何に注目してたかと言いますと、昨日実は二次予選っていうんですか、で韓国と北朝鮮の試合があったらしいんですよ。らしいんです。15日午後っていうんですか、昨日ですね。で、開催場所がですね、ホームアウェイでなという方式なんで、昨日日本はタジキスタンに行って向こうでやってましたよね。日本人の応援なんてほとんどいないんじゃないかっていうタジキスタンですけども、昨日の韓国と北朝鮮の試合はなんと平壌、北朝鮮の平壌ですね、そこで行われました。一切放送されてませんというかね、無観客試合だったんですよ。すごいでしょ、無観客試合で、韓国から選手団行ったんですけども、入国を認められたのは30人。だってあれ、選手11人レギュラーいるわけでしょ。で、控えの選手とか入れたら20人ぐらいは優にいるわけでしょ。その他、じゃあお世話する方とかが10人しかいないっていうことなんでしょうかね。で、しかも入国経路が、通常の北朝鮮に入る経路って北京から定期便が出てるんですけども、それに乗ってこいということで、韓国から北京に行って、北京から平壌に飛んだらしいですね。で、だからメディア関係者一人も入国できず、この試合に関しては。だから韓国のメディアは全くその試合を見られてないんですね。だから韓国側は選手団だけ、北朝鮮側が何人だか知りませんよ。それは知りませんけど、まあもうちょっと多かったでしょうね、それは当然だから。いや、ほいで韓国ね、最初はね、それホームアウェイで決まった時に、どうすんのっていう向こうのサッカー協会に打診をしてるんですけども、全く返事は来なかったんですって。で、やんねえのかなと思ったら、一月ぐらい前に、じゃあやりましょうかっていう返事が来て。で、当然レッドデビルっていう応援団いますよね。赤い、韓国のサッカーチームのチームカラー赤ですから、みんな赤い服着て、わーっとすごい情熱的な応援をする人たち、レッドデビルって言うんですけど、彼らはもう行くぞ行くぞって言ったのに、全く入国を認められず。ですから、試合結果もようわからんかったと。ようわからん。試合途中はようわからんって。平壌から、テキストデータがなぜかクアラルンプールに来て、多分あれマレーシア大使館経由なんでしょうね。韓国の選手団がマレーシア大使館の人に知らせてテキストを送って、それをマレーシア大使館が本国に送って、それをマレーシアの韓国の出先機関が受け取るみたいな、なんやねんそれっていう。韓国のファンがまるで火星か木星で試合をしているようだみたいな。まあ、大して違いませんね、それと。ほんまに。火星か木星でもね、今ね、映像の中継できるんちゃいますか。これがね、北朝鮮は、もうそこまで堅くなに、試合はやらしたるけど最低限やれということですよね。この結果を見ると。しかしそのね、日本であんまりニュースになってませんけどね、これはね、すごいことやと思いますよ。無観客試合。で、なぜね、そういうことになったかというと、まあ、いろいろと考えられるんですよ。キムイルソン競技場っていう、まあ、平壌では一番の競技場でやってるわけですから、入れようと思えば3万や4万の観客は入れたはずなんですね。そこで北朝鮮は、試合を見せて、まあ、韓国の応援団も多少は入れて、まあ、和やかな国際交流の場っていうのを作れたはず。であるし、韓国はノリノリだったらしいですね。何年ぶり28年ぶりですか ?29 年ぶりらしいですね。韓国の男子サッカーチームが平壌で試合を行うというのは。で、韓国はノリノリで、行きたい、のんと仲良くしましょう、盛り上げましょうって言うてんのに、北朝鮮はものすごい塩対応。これはなんでやと。いうことを、まあ、サッカーファンは、まあ、サッカーファンで残念でしたってするんですけど、まあ、我々はですね、その意味をですね、考えなきゃいけませんよね。まあ、別に考えんでもええんですけど、私は考えてしまいますね。
まずこの韓国のムンジェイン政権ってのはものすごく北寄りということで知られてまして、彼ムンジェインさんの政策っていうのはもう対北朝鮮政策しか外交はないんちゃうかと言われてるぐらい北へのすり寄りっていうのをやってきました。ところがですね、その北のあのキム・ジョンウン君、彼はあの最初の頃はニコニコしてたんですけども、最近ものすごい冷たいですね。本当必要最小限しか交流はしませんという感じ でしかもトランプ君と会った時にキム・ジョンウンはムン・ジェインのことを嘘つきと言ってますよね。のニュースで流れてきました。でものすごい不信感を持ってるというふうに伝えられてますと言いながらね、つながるところはつながってるんちゃうんかと私は思うんですけどね。特にあの軍同士はチャンネルがちゃんとあるんちゃうかなと思うんですが、ともかく首脳同士はムン君のムンジェイン君の一方的な片思いに終わってるような感じに見えますね。でキム・ジョンウン君はもう本当冷たいあしらい方をしてるという感じに見えます。で、今回のねこういう開催の仕方もその北朝鮮国内でも放送されてないらしいんですけども、北としてはもしかして自分のところのチームが韓国に負けたらどないしょうと、それをね生中継してて負けたらかっこ悪いんやんということがあるんちゃうかと言ってる人いますけど、まあ、それもあるんでしょうね。でも負けてもええやん別にと思うんですけど、そんなね10対0で負けたらかっこ悪いけど、3対2ぐらいで負けてるぐらい、あるいは1対0で負けてるぐらいだったら別にまあ残念でしたねっていう話で、韓国も強いやんということで済むのではないでしょうかね。あの韓国も北朝鮮もサッカー盛んです。なんか知らんけど、日本統治時代から盛んですね。で昔はあの平壌チームとソウルチームが戦う定期戦みたいなのがあって、えらい盛り上がったそうなんです。でそういう伝統というものが今も残ってまして、それぞれサッカーは盛んな国ですね。であるからその今回のワールドカップ予選リーグでの対戦っていうのは盛り上げようと思ったらいくらでも盛り上げられたはずで、まあ負けてもええやんと、まあ僅差で負けるぐらいってちょうどええやんというところで、まあ韓国もねあの5対0で勝てる試合を5対0にせんと、まあ3対0ぐらいにはしてくれるんちゃうかなと忖度したらあかんのですけど、ゲームでね、まあでもそれくらいのことやるんちゃうかなぐらいの感じですよね今の韓国って。まあそれはええとして、まあ、まず見せられない、地獄に負けるところを見せられないってのはあるでしょうけども、まあそれ以上に私はさっき申し上げた通りキム・ジョンウンという人のムン・ジェインに対する不信感というものが根底にじわーっとあるんちゃうかいなと思いますね。だから一切南には甘い顔を見せないという、こう無視のポーズの一環ではないかと。であともう一つはですね、無制限に受け入れたら多分1万人とか2万人って来るでしょ韓国人そういう人たちに自国の中はあんまりうろうろしてほしくないということはあるのかもしれませんね。でも今北朝鮮というのはヨーロッパ人がいっぱい観光してるそうなんですよ。特にドイツとかが多いらしくって、ドイツにお土産物を送るですね宅急便みたいなののカウンターがですね平壌空港にあるという話ですけど、すごいやんそれと思いますね。だからヨーロッパ人は受け入れてるんだけども韓国人は受け入れたくないというのが今の北朝鮮ではなかろうかなと思います。であとね、どうもね、やっぱり北も焦ってるんちゃうかなというところが見えますね。もう、あれですか、トランプ君と話し合いを始めて1年半以上経ってますけども、何の進展もありませんよね。話し合いをしましょうって言ってるだけで、この前もなんか、実務者協議かなんかやってましたけど、もう成果ゼロですね。で北朝鮮なんか怒ったふりしてましたね。いやアメリカは手ぶらでやってきたとかなんとか言うて、まあそれはさもうどうでもいいんですけど、そんなことはでもうまくいってないということで焦ってることは確かで、経済制裁が全然緩まってないということに対して怒ってもいるみたいですね。まあだからそういったことこういったこといろいろな情勢が織り交じってこうなってるんだとは思いますけども、まあこれは冷静に見てよろしき方向に向かってるとは思いませんね。日本の
拉致被害者の救済も含めてですね、北が柔らかくなっているという感じでは全くない、むしろ硬くなっているという感じですね。でちなみに試合結果は0対0の引き分けだったそうです。まあまあ波風立たんでよかったやんという話でございますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。